すごく美人なのはわかるんだけど何かがおかしい感じ。 K-POP の第4世代には魅力的な女性アイドルがたくさんいますが、その中でもイッチのユナは美しいビジュアルで際立っています。素顔でも最小限のメイクでも華やかなメイクでもユナの美貌は輝いています。それは全て彼女の生まれ持った美しさによるものです。しかしユナが最近グループのソーシャルメディアに投稿した一連の自撮り写真にファンは違和感を覚えています。その原因はメイクによるもの、あるいはフィルター加工のようです。写真ではユナの瞳が不自然に大きく見えます。黒目を大きく見せるサークルレンズ、目の下の涙袋、そして彼女が使っている何らかのフィルターのせいでしょう。そのため一部のファンは不気味さを感じているようです。ユナが現実の人間らしく見えないからです。あんなに可愛い子がなぜ自分らしさを失わせる大げさなフィルターを使うのか、みんな困惑しています。この投稿のコメント欄にはなぜユナが写真の中でおかしな姿に見えるのか、戸惑いや困惑の声が圧倒的に多く寄せられています。何かが不自然に見えるのは私だけですか？目が大きくなってる、何があったの？なんと説明したらいいのかわからないけど、とにかく何かがおかしいと感じる。この写真のユナはちょっと怖い。これは誰？ユナには見えません。涙。ユナのあまりの不自然さにこの写真はオンライン掲示板にも投稿され、インスタグラムの投稿と同じようなコメントが寄せられています。黒目を大きく見せるコンタクトレンズはつけない方がいいってことに。アイドルはいつになったら気づくの？これは本当に怖い。メイクのせいじゃないかな。瞳を大きく見せて涙袋を強調するメイクをされている。これは違う。ユナはレンズやフィルターなしでも美しいのに、このユナはまるでエイリアンのように見える。美の基準があまりにも非現実的になり始めているのでしょうか。それともユナはただフィルターを使って画像の加工を楽しんでいただけなのでしょうか。多くのファンはよりナチュラルな姿のユナを恋しく思っているようです。Thank you.